オシフィエンチム公国、クシエス・オスウェイッチムスキー・オベタイムスック・ナイゼドビ、ヘティソク・トゥーム・アウシュビツ・オシフィエンチム公国、または、アウシュビッツ公国は、中世ポーランドの分裂期の後に成立した、シロンスク公国軍の一つ。首都はオシフィエンチム。オシフィエンチム上オシフィエンチム公国は1315年、12世紀の、ポーランド及び、シロンスク公国の分裂の後に成立した。 オシフィエンチム一帯はもともと比較的規模の大きな、チェシン広国の領域に属していたが、1315年に、チェシン公ミエシコ一世が死んだ、際の分割相続に伴って、広国として独立し、ミエシコ一世の長男ブワディスワフ一世に与えられた。1327年、ブワディスワフ一世の息子やニッセイスホラスティックは、他のシロンスク諸公と同様に、 ボヘミア王与反本力戦ルクに侵入し、広国はボヘミア王官僚の俗国になった。1445年、オシフィエンチム広国からはザトルトドシェクが分立した。オシフィエンチムはボヘミア王官の俗領の地位にあったにもかかわらず、1454年にヤン4世がポーランド王カジミエシュ4世に侵入したことで、ポーランド王国の領域に復帰することになった。 ヤン4世には男子の相続者がおらず、1456年に300万、プラハグ・ロッシュで広告を、シクン・カジミエシュ4世に売却した。1564年のポーランド通常議会において、ジグムント2世やウグストは、ポーランド王官僚の一部である、オシフィエンチム広告とザトル広告を、クラクフ県のシロンスク軍へと併合することを承認した。ただし、 その後もポーランド王は両公国の皇爵の称号を保持し続けた。オシフィエンチム公国の旧領域は1772年の第一次ポーランド分割に伴ってハプスブルク君主国が支配するガリツやロドメリア王国の一部となった。ヨーゼフ2000以後のハプスブルク家の神聖ローマ皇帝とオーストリア皇帝は皆自らの公式称号の中で アウシュビッツ公を名乗っていた。1918年、オシフィエンチムが、ポーランド第二共和国領に組み入れられると同時に、この形式的な称号も廃止された。シロンスクピアスト家1456年に、ポーランド王に売却され、1564年には、クラクフ県に編入され、広告自体は消滅する。ハプスブルクロートリンゲン家1772年の、 ハプスブルク君主国による併合に伴い、ハプスブルク家の神聖ローマ皇帝が1918年までアウシュビッツ皇を称した。ありがとうございます。